森七菜は2001年大分県に生まれ、日本の女優である。2016年中学3年生だった夏休みに、大分市内で家族と食事をしていた際、アーブルのマネージャーにスカウトされた。2017年6月東京ヴァンパイアホテルで女優デビュー。同年7月映画心が叫びたがってるんだで映画初出演。2018年映画天気の子ヒロインに声優オーディションから抜擢された。2020年10月スタートのこの恋温めますかで連続ドラマ初主演。同年ラストレターで第44回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。森七菜が持つまっすぐでエネルギッシュな魅力で、皆さんの心に晴れをお届けできる。神奈川から？はい。へしこ？はい。